車庫に留置中の模波0系11号と14号は51、京1999年4月撮影当館屋駅は、かつて、新潟県新潟市、関谷大戦前一丁目にあった、新潟交通電車線の駅。同線の開業当初と全線廃止時は、起点となっていた。地上駅。駅員廃一駅で、同線廃線前、終日友人の直営駅は、 変電施設があった白根駅とこの東関屋駅の二駅のみだった。ホームは島式一面二線。この内北側の一番線は東端式で校舎ホームが設けられていた。1992年に白山前引く東関山が廃止されたのに伴い駅舎を改築。改札口に隣接する形でバスターミナルが併設されており、 新潟市中心部への路線バスが連絡していた。また駅舎には新潟交通電車部の事務所が白山前駅から移転してきたほか、新潟交通の旅行センターとコンビニエンスストアローソン、関や大仙前店が併設されていた。改築前は木造駅舎で、ホームは島式一面2線北側の駅舎とは構内踏切で連絡していた。駅には 電車線車両を管理する車庫が併設されており、数本の留置線があった。列車集中制御装置もこの駅に置かれ、電車線運用の中枢を担っていた。駅舎西側の駐車場、駐輪場の敷地内には、廃止に伴い撤去された旧白山前駅の建物の一部が、撤去工事の際に取り置きされ、窓口のアクリル板や、右かきの 車電という名板が付けられたタイル壁の一部などが置かれていた。これらは敷地売却の際に撤去されたが、一部は月形駅の旧鉄道施設の保存活動を手掛けるカボチャ電車保存会へ譲渡され、保管されている。通常非公開だが、2015年夏には新潟市新一鉄道資料館の特別企画展、越後市鉄ロマンで公開された。 1985年から1999年の廃線まで、当駅前と新潟市中心部を連絡する路線バスが電車の発着に合わせて運行されていた。1985年、新潟県庁舎移転に伴って、当駅と県庁舎とを結ぶ路線が開設され、朝夕の通勤時間帯を中心に運行していた。その後1992年の軌道区間廃止に伴い、 改築後の当駅舎にはバスターミナルが開設され、市内線に系統の運行を開始した。新潟市役所や小町、新潟駅など市内中心部方面へは、廃止区間と同一経路を経由する路線による利便性維持が図られ、また、県庁方面の路線も新潟駅南口まで延伸された。加えて、駅舎正面には、郊外線の東間や駅前バス停が開設され、 上記の市内線に系統が運行されていない時間帯にアクセス手段として利用できるよう配慮されていた。しかし、郊外線のバス停が設けられていたのは郊外方面のみで、早朝、夜間に電車を利用した乗客が市内中心部方面へ向かう場合は、関や大線前バス停か、もしくは新潟第一高校前バス停まで徒歩の連絡を強いられていた。廃線と同時に、 市内線に系統は廃止され、郊外線バス停の名称は、東館屋駅前から、関屋大戦前一丁目に解消。その後、市街地方面のバス停が追加設置された。新潟市と新潟交通グループは2015年9月5日、BRT 路線、万イ橋ラインの運行開始と既存路線の大規模な再編を行うダイヤ改正を実施し、その際に、 関谷大戦前一丁目停留所は、名称を旧東館屋駅にちなむ、東館屋に改称した。バン橋ラインは、新潟駅、モズ口からバン橋、小町、新潟市役所、白山通り、白山駅北口を経由して、イオン、新潟青山店横に至る路線で、旧電車線の東青山駅、東館屋駅白山前駅間と同一の経路を経由している。 以下は2019年5月現在の運行路線である。駅北東側徒歩7分のところに JR 越後線の関谷駅がある。一部の乗り換え案内ソフトやサイトでは、この関谷駅と東間谷駅の総合間を徒歩連絡で乗り換え案内するものが多く、配線前には鉄道ファンらがこの案内に従って東間谷駅を訪れていた。だが、JR 新潟市社、 新潟交通とも、両駅相互間を乗り換え駅としては指定しておらず、電車線沿線の乗客も JR への乗り換えにはバスで、白山駅もしくは新潟駅へ向かう人が多かった。1999年4月の全線廃線後も、駅舎には前日の旅行センターとコンビニが残り、敷地は路線バスの新潟西部営業所等間や車庫として使われていたが、 業績不振により旅行センターは廃止され閉鎖。その後、バス車庫も廃止となった。最後まで残ったコンビニも閉店した後、跡地は市と民間に売却されて駅舎は撤去。現在は福祉施設とマンションが建っていて、周辺の線路跡には歩道が整備されている。東間や駅のかつての新入行歩道となった廃線跡からの延望。駅舎跡にはマンションや 老人養護施設などが建設された。正面に見えるのは、エールマンション、関谷アクアフォートの受水槽 JR、私鉄前線各駅停車6中央、上信越590駅小学館、1993年、180から181ページ。ありがとうございます。